おはようございます。昨日はチャットお世話になりました。えー、ゆうきも今日もしっかり元気に目覚めてくれました。ゆうきは私があの写真撮ったり、こうビデオをレコーディングするのがあの好きではないので、今もあんまりハッピーではないんですけど、あの今朝目覚めた時にですね、神様が、私の音楽の神様がですね、あのパッとひらめきで 昨日の私のあの雨のストロベリーファームに関する答えは間違っていると教えてくれましたまるで頭の中であの過去にあのタイムトラベルしたようにその時の様子がこうずズズと八ミリ、まあ、昔の8ミリの映像みたいにあの再現されました頭のどこかでするとですねあのドラムソロはもともと私が計画してお願いしたものでしたしかし 尺、長さがですね思ったよりも長くあのかなり盛り上がったのでソロが終わった後にまあうしい驚きとともに、えー、やったという感じでバッチリだというそういう自分の中でのリアクションだったことをそのフラッシュバックというかタイムトラベルというかそれでパッとひらめき思い出しました。 人の記憶というのは時にあのいい加減なものでですねあの、まあ、辛いことがあったりすると,記憶,と記憶を閉じ込めようとする、まあ、セルフディフェンスですけどもこともあるし、まあ、あのコケジシブルの制作っていうのはあのなかなかいろいろとありましてねあのうん自分の中で記憶としては薄れている部分があったんだと思いますが 神様が思い出させててくれてよかったと思いますなので昨日あんなふうにあんなふうに力強く説明してしまったのですが実際はあのドラムスローは計画されたもので私がお願いしたもので楽譜帳にあったものですが思ったよりも尺が長くエキサイティングな形になったので私が盛り上がってまるでその時初めて経験したようなその 計画なしで経験したような思いになったことが自分の記憶に残っていてあのように説明してしまいましたまああの誰かを傷つけたりするような答えではなかったんですけども音楽家としてきちっと訂正しておこうと思いました、えー、そんなわけで、まあ、昨日私もちょっと勇気の,の看病で術後の,あのケアで疲れていたので 自分で後から見てもちょっと雰囲気が違ったと思うんですけども、またフレッシュな気持ちでお会いできたら嬉しいです。これ私のベッドなんですよ。昨日ベッドから勇気がベッドに一緒にいつも休んでいるので、ベッドから中継したんですけど、また場所も変えてやろうかなと思っています。そしてこれあの昨日本編で使えなかった HD カメラで撮ってるんですけど、このように私の MacBook にはきちっと対応する。 そして今フォトブースで撮ってるんですけど、そして映像も綺麗に撮れるので、もしかしたら YouTube では使えないっていうか型が古いのかもしれないんですけども、トライしてやってみたいと思います。そんなわけでまた寝起きのスピンのいじままりでした。ありがとうございました。